皆さんチェス、ムメです。はい、ですね、今回ね、ちょっとリクエストがありまして、今強い尾形何っていうことをね、聞かれたので、まあちょっとね、俺も結構悩み時なんだよね。今何の尾形が強いんだろうみたいな。何使えばいいんだろうなって結構悩んでるところなんですけど、まあ俺なりにね、まあ当たってみて、あと自分が使ってみて、これ強いなっていう風に感じるキャラ、5体くらい紹介しようかなーって思います。まあ、なんだろうな、一番強いとかは、まあ、ないと思うんで、まあ、5体選出選抜みたいなね、5戦で行こうかなと思います。俺的にね、まあ、俺の価値観なんだけど、今、こいつ強いなって思いますね。クラーケン。こいつ強いなって思います、正直。まあ、もちろんね、砦には左右されるんですけど、こいつはね、マジで強いなっていうのが感じます。足さえ持ってくれば一方的にねコスト据えるので、まあ、足をね固定にして本当にね育成が完成してる人だったらね育成が完成してる人だったら裏を足にする。例えばまあヌボボとかはねって感じだけど、まあまあまあ何でもいいから足をね足を持ってきて、でその足を出して後ろからずっとで大型たまらず大型出てきたらまあなんか火力の中型化重ねるなり、まあ2体目の大型出して、まあ様子見てみたいな。でね、横から横差しでね、現役の大型来たとしても、まあこっちはね、コスト据えてるわけですから、ある程度ね、中型で処理はできるわけなんで、なので、めちゃめちゃクラーケン強いなって思います。でも、あんまりね、ダゴ振ってないし、D1 ついてないし、底力もないんで、まあこんなレベルですけど、なんで俺はイカをここに置いたんだ。まあイカは結構強いなって思いますね。うん。で、2体目はね、まあ、まだこいつ強いんじゃねえかな。めちゃめちゃ弱いなってわけじゃないんだけど、そのすべての大型で、こう、計算して見てみたら、まあまあまあ、まだ強いんじゃないっていう、ミノがね。ちょっとね、分回しの、回ってる最中のスキルの火力が、ちょっと落ちたんですよ。で、なんか弱いなっていう風に周りも言い始めたんですけど、まあまあ、前世紀がちょっと強すぎたっていうのがね、トレントも倒して、ゴレも倒して、で、まあ、普通のね、大型、他の大型もね、対マンで勝てるみたいな、もう最強の一角だったんで、こいつも。まあ、今ちょっと落ち着いたけども、まあ、分回し自体にはね、そんな火力がね、火力があるんで、まあ、弱くなったって言われても、まあ、火力はまだありますよって感じはするんで、まだまだ強いなっていうふうに思いますね。トリオとかで持ってくると全然強いなっていうふうに感じますね。ミノでしたね。ミノと、今何言ったんだ?ミノと、クラーケンかな?で、なんだろうな、次。ミノ、クラーケンと来てでしょ?俺的にそんなもうバカみたいに強いなって思わないんだけど、まあ安定はするなっていうのはレッドドラゴンかな。うん、レッドドラゴンは、まあ損はないよっていう。うん、損はないかなって思いますね。育てて。っていうのも、壁にもなるし、まあ進撃大型にも強い。対空にもなる。で、あと麻痺が無効。麻痺と毒が無効だったかな。麻痺毒が無効で、まあまあ、それぐらいかなっていうところ。進撃にやや強し、灼熱。まあ、灼熱でね、相手がね、重ねてきた中型を焼き尽くしてね、一方的にコスト吸うこともできるんで、まあ、弱くはないかなとは思います。安定はしますね、おそらく。安定はするんですけど、ただね、欠点があって、コスト7なのに、アーチャー2体とかでやられちゃう可能性あるんで、その時に、もう圧倒的にコスト負けするので、2体で、アーチャー2体でやられたり、まあ、さらには、なんだろうな、絶対的な火力はないので、まあ、例えばね、相手がね、絶対的な火力のサタン、サイクローみたいなのを重ねてきて、まあ、その上にゾネスとか重ねてきたとするじゃん。でね、サタンの闇玉、メカラビーム、ゾネスの大ちぎりみたいなことされたら、もう一瞬で溶けちゃうんですよ、レッドドラゴンって。こっちはレッドドラゴン、ゼウス、アシュラ重ねます、だと、もう絶対勝てないんですよ。まあ、絶対的な火力はないにせよ、まあ、安定する大型だなっていうのは感じます、正直。まあ、そういうところで考えてほしいですね。もう絶対的な火力の大型でバババって来られたら結構苦しいんですけど、まあ、ある程度安定はしますねっていう。まあ、そういう範囲内の話ですね。レッドドラゴンは。で、次。
3体紹介したかな、今3体紹介して、次ねフォアドラかな、多分フォアドラがね強いんじゃないかな。あのねフォアドラが強いっていうより、あのねなんつんだろうな、こいつ俺だけなのかもしれないんだけど、まあ、今のね環境で弓ってね、弓を確定枠に入れてる人っていないんですよ。ゴッドクラスになるとみんな31レベル確定枠、32レベル確定枠とかって作ってると思うんだけど、その中でアーチャーって入れてないんですよ。ほぼみんなね、みんなほぼみんな。アーチャーとか魔法使いもそうかもしれない。アーチャー魔法使いって入れてなくて、だからそういう時にホワイトドラゴンドーンってすると結構苦しいんですよ。うわー、ホワドラ出てきた、これどうするよみたいになるんですよ。で、あとね、エルフも補欠に、エルフもね、確定枠に入れてる人あんまいないんですよ。最近はね、ちょっとね、なんだ、大幅に情報修正来たから、まあ、今後増えるかもしれないんですけど、エルフもそんなにいない。エルフもそんなにいない。どっちかというと、チビクロの方が多い。チビクロの方が多いんですけど、チビクロだとね、ホワイトドラゴン落とせないんですよね。2体で重ねて出しても、結局歩き出したチビクロに、まあ、火力ね、ゾネス2体とか出しちゃえば、フォアドラの攻撃も入るし、ゾネスの第一切りも入るし、まあ、それでね、なんだろうな、処理できてしまいますし、チビクロのこと。だから、今後ね、エルフがね、スキル、なんだろうな、スキル打った後すぐスキルを打てるようになるとかね、結構ね、情報修正されたんで、普及するかもしれないんですけど、まだまだね、ホワイトドラゴンは強いかなと思います。ポックルは結構いると思うね。確定枠にポックルを入れてる人とかは、まあ、いっぱいいるんじゃないかな。バルキリーもいないからね。バルキリーもめったにいない。倒せるのがトレント、まあ、トレントも下にタゲ取られたら意味ないんでね、ナス、ゼウスとか、だね。ゼウス、ナス、とかを持ってこないと結構きついよね。あとポックルとか、まあ、本当に一番の有効度はポックルですね。ポックルを育てないといけないので、まあ、そういうところで考えた時にまだまだ強いんじゃないかなって思うのがフォアドラですね。安定します、安定します。負ける時は一瞬ですね本当にアーチャーとか持ってこられた時にはもう一瞬で負けますけど、安定はめちゃめちゃしますね、おそらく。はい、ということで次なんだろうな俺は何を紹介したらいいんだろうな。いたわ、こういうやつ。こいつ今めちゃめちゃ強いです。こいつで、こいつ最強っすね、今。大型の中で多分最強だと思います。攻撃力が大幅にアップしたし、ステータスもまあまあ見る限り高いし、もうこいつなんか殴り合いで、飯塚さんの動画見たんだけど、なんかね、殴り合いで、なんかレッドドラゴン倒してたんだよね。通常攻撃当たる範囲で、殴り合いで普通にトレント勝ってたんで、マジで勝てんのトレントって思って。トレントね、今結構強いです。で、殴り合いに持ち込まないで、後ろから一方的に殴れる状態だったら、まあ、その時点でもコスト勝ちできますし、まあ、強いかなと思います。トリオにおいても強いですし、まあ、ソロでも安定するかな。まあ、ただね、トレントって結構遅延行為なキャラなので、もうなんかドローになりやすいっていう、大型かもしれないですね。あとは毒がね、ほぼほぼ確定で入るので、まあ、そこだけ気をつければって感じの、大型かな。トレントはね、安定はする。めちゃめちゃ安定する。強いしね。だけど、絶対的な火力はないから、ゆっくり攻めるわけよ。ほいほいほいって。投げて、ゆっくり攻めますみたいなキャラなんで、早く倒せって思ってても、はい、待ってて、みたいな、ゆっくり攻めるキャラだから、まあ、そこはちょっとじれったいというか、それを使うぐらいだったら、まあ、サタンとかサイクロで、もう瞬間火力出して一方的に、なんだろうな、瞬間火力で瞬間的にコストを奪うみたいな、そういう戦法も、まあ、全然ありかなとは思いますね。まあ、他のね、大型が弱いわけじゃないですね。最近作ったサタンとかは、団子フルにして金バッチつけてて、こいつも全然強いですね。俺的に天狗よりは強いんじゃないかなって思います。天狗は、スキル打ってる最中に殺されちゃうと、最後のドカーンが出ないんですけど、サタンはね、スキル打ってる最中だったら、スキル打ってる最中にボーンってやられても、そのスキルはね、発動してボカーンって爆発するので、それは強いなって思うんですけど、まあ、ナスもまあ安定はするかな。瞬間的に火力はないんで、俺的にもなんか、あんまり使いたくねえなっていう、大型なんだけど、クイーンビーもまあ横差しはできると言ってもって感じだからね。だからね、耐久力、まあそうでもないからなっていう。柔らかいからね、クイーンビー。で、あとは、まあヒュドラとかもね、
耐久力あるけど、まあゾネスとかね、ロックマンとかバカボンみたいな火力でねやられちゃうとね、どうしようもないんで、でクモはね、こいつはどうしようもないですね強いとかそういう以前の問題ですね。なんかめんどくさいみたいな、めんどくさいし、なんか無理に突破しようとするとカウンター食らうし、めんどくさいですね。オジハウもマザスパもそうですね。まあそんな感じですね。バルーンは今の環境結構ね、なしじゃないかな、なしじゃない、上から一方的にボンボンボンってやればねコスト捨てますし、まあ悪くないかなっていう大型ですね。まあそんな感じでね、今回5体紹介したかな。まあクラーケンはね、使う人によると思うんだけど、めちゃめちゃ強いですね。俺的には1、2、3、4、5か。まあまあまあ、ここら辺の大型を育てて、ちょっとね、様子を見てみるとね、安定するんじゃないかなと思います。イカはちょっと安定しないかもしれない。イカは安定しないんだけど、他はね、安定しますね、おそらく。他は安定します。ここ、1、2、3。あとなんだ？ミノ。ここら辺は安定しますね。火力にもなる。硬さもあるし、みたいな感じでね、安定はするので、まあまあまあ、そこら辺を育てていただけたらなと思います。ここら辺で終わりにします。ありがとうございました。バイバイ。